この山口さん、はい、私の本当に恩人なんですけど、はい、あの足を向けて出れない方なんですけど、はい、その中で、人との出会いって、はい、もう無限にあるよね、うん、だけど大事にするしないって大事にしなきゃいけない出会いとか、はい、そうじゃない出会いとかっていうのがあるんじゃないかっていうのがお話が出たんですけど、はい、このあたりをちょっと山口さんに教えていただきたいんですけど、はい、やっぱりね、人生の中で、うん、いろんな人と出会いがあるけど、うん、自分にとって、うん、プラスになる、マイナスになる、いろんなことがあるので、ね、はい、もう計算したって、そんなの分かるわけじゃないので、はい、やっぱり、その時にどれだけ自分がその人の熱量を感じられるか、ね、はい、自分の熱量が相手に伝わったのが感じられるか、ね、そこだけだと思うんですよ、熱量のある人、はい、をやっぱり大事にしていかないと熱量、熱量です、じゃあこの人は結構熱量があったってことですね、多分インフルエンザにこうかかってたらそういう熱量ですか、いやバックちゃいました一生懸命だった、その一生懸命さってやっぱり、はい、伝わるし、伝わる、あそこで手抜いてたら、はい、伝わらないと思う、うん、それ大事なのは、はい、それがやっぱり一生懸命だ、それがやっぱり熱量として相手にしてる、なるほど、じゃあ不器用でもいいから一生懸命なら大事ってことですか、絶対大事です、なるほどね、だって教えられなくても全部できるような人っていないわけですよ、教えられたってできないのが当たり前だから、はい、その中で一つでも二つでもできるようになるって、はい、うん、それはやっぱ熱量だし、でもその時にほら一生懸命なちょっと格好悪いとかうざいとか、だからそういうことに対して大人はどう見るんですか、いや大人としてはやっぱり、はい、一生懸命は、はい、もう伝わると思いますよ、おーそうですか、やっぱり、はい、見ていて、はい、まあ、一生懸命だな、なんとかね、はい、受け止めてあげたいっていう気持ちは絶対起こると思いますよ、はい、それがやっぱり中途半端だと、それなりの、はい、受け止め方、それなりの対応になっちゃうじゃないですか、はい、じゃあ今回鳩山高校2年生が、まあ、分かんないけどいろいろ一生懸命であればそれはそれで伝わるってこと、伝わります、そこは伝わるはずです、いや、ありがとうございます、今日は有楽町の吉野家さんで美味しくいただきながら最後話しますが、ありがとうございます、じゃあそれでは、ありがとうございます。